はい、こんばんは、どんチャンネルです。9月20日、今日見に行った映画の感想です。タイトルは、靴紐のロンド。この作品は、イタリア映画なんだけどさ、劇場でトレーラーを見ていて、じゃん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 
がね、歌っていた、あの音楽だよなと、あれがテーマ曲になってる作品だよなと思ってね、まあ見に行きました。家族ものだっていうのは分かってたんだけど、ちょっとあらすじいきますね。4人家族の平穏な暮らしは、夫の浮気で終わりを告げた。家を出たい夫、つなぎ止めようとする妻、静かに見つめる子供たち。バラバラになった家族は、ささやかなきっかけで再び一緒に暮らし始める。彼らの人生は混沌とした家族の崩壊と再生を経て続いていく。ふと思い知る愛情、歪みに絡まった絆を、歪みに絡まった絆を断ち切り、解放された先にあるものとは、不気味な崩壊と衝撃、軽やかで鮮烈な余韻が巡る家族映画の新たな傑作が誕生したってね。あ、なるほどねと思うんだけど、この度日本版オリジナル予告編が解禁。舞台は1980年初頭ナポリ。家族揃って出かけ、食卓を囲み、テレビを見て一日を終える。そんな4人家族の平穏な暮らしは、夫の一言で終わりを告げた。女性と関係を持ったと浮気を告白するアルト。予想だにしなかった愛する人の言葉に、言葉態度にバンダは強烈な一撃を食らわし、夫を家から追い出した。その日を境に家族の生活は一変する。1980年代と現代、2つの時代を織り交ぜて物語は進んでいく。そして30年後、夫婦は、夏のバカンスへ。留守中に荒らされた家、飼い猫の失踪、突如起きた不穏な出来事をきっかけに、夫婦親子それぞれが胸にしまっていた秘密と嘘が今溢れ出すっていうね。作家角田光代による本作へ寄せたコメントも到着。愛も自由もこんなに恐ろしいしっぺ返しとなって戻ってくる。夫婦の、家族の、いや人間というものの底知れなさを思い知る、というねコメントが紹介されていているんだけど、まあ恐ろしい家族ものということでね、まあファミリー映画っていろいろあるけど、まあこれはね、カップルで見るにはちょっと辛い映画ですよね。家族でも見れないですよね、みたいなね、うん、なんかね、まあ本当幸せそうなお父さん、お母さん、娘、息子、4人家族なんだけど、ある日突然ね、奥さん、旦那さんがよそに愛人を作って、まあ関係がギクシャクしちゃうんですね。で、旦那さん何してる人かというと、ラジオパーソナリティのホスト役、アシストする人なのかな、なんか放送作家みたいな人なのかもしれない。うん。まあ、息子たちにね、俺が出ているラジオを聞けよって、お母さんがスイッチ入れなかったら、お前自分でスイッチ入れるんだぞって。で、俺が番組中に、わざとらしく5本って言ったら、それはお前たちを愛してるっていうことのサインだからな、みたいなことを言ったりするわけですよ。うん。で、お母さんはそのラジオのスイッチを切って、窓から放り投げる、ラジオのね、スイッチを切って窓から放り投げたりしたりする。まあ、やっぱ精神に来ちゃうんですよね。それで、あれ4回ぐらいかな。4回ぐらいから、ね、窓から飛び出して、まあ、投身自殺を図る。まあ、自殺未遂になっちゃうっていうことでね。実際その自分の旦那と愛人が、なんか路上でイチャイチャしてるところに突撃して、蹴りを見舞うとかね。そういうシーンまであって、それをね、またえぐいのは、まあ、娘、息子がね、車の中からずっと見てるんですよ。ああ、この夫婦やりたい放題やってるよなって。こんな状況で育った息子、娘がね、将来ね、どうなるんやろうかねっていう風なことやっぱこう観客は思うわけですよ。そしたらこの映画はその30年後も映し出すんですね。うん。
なんかこの映画見ながらさ、なんでこんな大変なことになるのにさ、わざわざ結婚したりするのかなって、わざわざなんで子供作ったりするのかなって正直思いましたね。うん、まあ一人の人をさ、まあ男も女もそうだけど、一生この人だけって一応決めてさ、役所にこう婚姻届出すわけでしょ。ねえ、まあ犬とか猫飼うのと一緒ですかっていう話になるよね。そしたらね、そういうつもりじゃなかったんだけど、3年5年10年経ったらだんだんこう状況が変わってきて、もうこの犬猫飼えなくなっちゃったんですって、もうこの人と一緒にいるの、この人と一緒の空気するの吸うの嫌になっちゃったんですとかさ、感情ってずっと20年も30年も同じ感情で続かないもんね。うん、でも現実に日本国は一夫一婦制でね、あなたと私がカップルよって言って区役所に届け出したらさ、ね、財産の共有とかさ、子供の親権とかさ、もういろいろめんどくさいことがさ、縛りが入ってくるわけですよ。まあこんだけ情報過多な世の中になってさ、あ、結婚したら落ち着いてね、なんか昔こう結婚するときにね、まあ、職場結婚とか普通にある時代はさ、職場の上司がさ、丸丸くんそろそろ君も身を固めたらどうだとかさ、いうなんかこう話を持ってきたりするようなこともあったんですよね、昔はね。身を固めるって言ったら、もう結婚してね、まあ家族生活を営んで仕事に身を入れてね、日本は一応その時は終身雇用が主流だったんでね、うん、まあ社会的にもそういう立場で、まあ一生頑張って頑張る決意をしなさいみたいなさ、そんな風な話があったんだけど、今はもうそれも崩れたもんね。一人の社員のさ、雇用をさ、一つの会社がさ、ずっと守ってくれないでしょ。でね、今稼ぎは旦那さんだけの稼ぎじゃなくて、奥さんの稼ぎもなきゃね、子供育ててられないとかさ、そしたらね、もう関係がまずったらすぐ別れてね、シングルマザーがね、ちっちゃな子供を育てるみたいなことも今現実にあってね、ますますね、婚姻制度ってその存在が今もう希薄ですよね。うん、自分はね、この物語を見てね、まあそうだ、自分の家だってそうだったよなみたいな、まあ自分もこの年になるまでさ、うちの家って一体どういう家だったんだろうみたいなことをね、まあ大人になったらさ、子供の時は分からなかったけど、大人になるに従って、ああ、社会的にはあの家はそういう、こういうポジショニングだったんだ。ねえ、父ちゃん母ちゃんはこういう立場だったんだ。で、俺たち子供たちはこういう立場だったんだ、みたいなことをね、思ったりするわけですよね。うん、まあ確かにね、ばあちゃん、うん、父ちゃんの母ちゃんね、ばあちゃんも性格きつい人だったしね、うちの母ちゃんもなんでこんなに嫁いできたのかなってね、正直かわいそうに思うぐらいね、うん、虐げられていたし、うん、そりゃね、あんまりうまくいっている家庭とはまあ僕も思わなかったから、一応親父には聞きましたよ。なんでこの、この家なのみたいな。まあ一応宗教をね、熱心にやってる家だったんで、なんで宗教してるのにこうなのってね、まあ子供の僕はね、親父に聞きましたよ。そしたら親父なんて言ったかというとさ、宗教をしているから、この家庭がまだ成り立っているんであってね、宗教がなかったら、一家離散してるぜっていうふうにね、父親は真顔で僕に言ったんですよ。で、自分はまあ、まだ小さかったせいもあって、ここにさ、旗のマークがピッピッピッってつね、宗教をしないと成り立っていかない家庭ってどういう家庭っていうふうにね、思いましたね。うん、まあ僕はね、まあ頭のいい子供だったんでしょうね。まあみんな子供はそうですよ。あの家庭内の自分のポジションが分かっていて、そのお父ちゃんがお父ちゃんの役目、お母ちゃんがお母ちゃんの役目をしないと自分の存在が危うくなるわけじゃないですかね。自分でどっかからお金稼いでさ、自分で自分の食べるものをね、買ってきて
寝るところをさ確保するっていうことは子供はできないから、どうしても親に依存する立場。そうするとまああのばあちゃんと母ちゃんと父ちゃんの関係性がうまくいかないと困るよなだ、なんか嘘でもいいからこの人は宗教が あるからなんかこの関係性がまだ継続してるのかな、そしたらとりあえず宗教やってもらわないと困るなみたいなね。たまに親父がさ、なんとか教祖様の本を読みなさいとか言ってきましたよ。やっぱりあの今問題のさ、なんだっけ、平和の塔じゃない、なんだっけ、幸福の科学じゃない、なんだっけ、あの問題宗教のさ教祖様の本を読みなさいとかさ、まあ自分の子供にその自分がやってる宗教の概念をね押し付けてくる、その宗教が嫌だったら出て行きなさいとかも言われたしね、まあ北朝鮮に生まれ育ったね、あの北朝鮮人民と大して変わらないなと思いながらもね、まあお世話になってる間は仕方がない、まあとりあえずその枠の中で生きていく、いくしかない。でもいずれ自分が力つけて経済力を持って自分で自分で自立して生活していけるようになったら、まあいずれはこの家を出ていこうっていうのはね子供の頃から決めてましたね。まああの脱北者と一緒ですよいつまでもね将軍様将軍様って言ってはいないよって、いつか俺自分の意思で自分の思う方法で自立していくっていうことをね内心ね心に決めてね、いつかこの家とはねおさらばだなっていうことをねずっと思ってる子供でしたね。だからこの映画のまあクライマックスであることが起こるんやけど、そうだよねって、子供もいつまでも子供じゃないから、20歳30、40ってなったらね、いずれ子供はね親に復讐する時が来るんやなっていうのをね僕はこの映画を見てね、なるほどねってうなずきながらこの映画を見ておりました。はい、まあ、僕の感想はそんなところかな。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。